おはようございます。稲田さん。シックスセンサー稲田です。シックスセンサーの稲田さん、はじめまして。今日どうですか。あ、いい感じだと思います。やっぱこれはどういうところで出るんですかね。そうですね。調子いい時はもうこの目の前でも出たりするぐらいなんで、すごい魚影が濃いところ。魚影が濃い。で、こういう状況だと結構釣れやすい。そうなんですよ。減衰すればするほど釣れるダムなんで。しかもあれですか、12月になっても結構バンバン出てくるっていうか。12月ぐらいだったらまだ大丈夫だと思います。はい。今日釣れるかな。釣れるでしょう。やれるお前。釣れるよ。やれる。やろうやろう。やっぱミドストですかね。違います。あ、何でもね、どう、何でも、今は稲田さん的には、はい、バスはどの辺にいます。トップにいる、ミドルにいる、こうそこに張り付いてる今日の状況です。どうですか。そうですね、いろんなバスがいるけどそこにいるやつが多いかなという気はしますけどね。じゃあそこをネチネチ攻めた方が取りやすい。場所によって違うと思うんですよ。はい、意外とトップに反応する魚もいると思う。トップでも来るんですか。まだ来ますね。去年の今頃にダイソーの100円のトップウォーターで釣ってたんで。ああ。DVD 出してるんですけど。DVD やられてるんですか。DVD 出しました。ここで。あ、売ってるんですか。売ってます。100円のトップで。来ましたね。こういうね、カーバス。ついに来ました。取れるんですよ。カーバスが。はい、でかいの来てるの知ってますここ。で、今日水温17度なんだけど。おるおるおる。いやー、わからんけど。おるぞ、おるぞ、これ。おったな、今。やばいぞ、ここ。でかいの取るぞ。まあ、でかいの取ろう、でかいの。一発目何からやるんだよ。一発目何から。クランクベイトだ。これやっぱりね、こういう、ダムとかリザーバーはね、スピンベイトで、結構そこの方にいるって聞いたんですけど、いろんなとこ探っていきましょう。うん。いきなり強烈なバイトが来る可能性あるな。あ、でもめちゃめちゃいいね、紅葉で。よくない。お、まあ、クランクベイトか、うん、そうだよ。あそこ流れ込みあるな。ここ 4.6 メートルだ。あそこもなんか不思議な感じだね。 あそこのシャローついてんじゃないか。 あの4ってここ 5 メートルとここ水深。結構あそこの山岸のとこのスピンバイ、結構こうスピナーベイトをね、こういうとこ巻いていくとね、菊さんいるよね、ここでかいの。おるで。いるよね、ここおるで。お、どうですか、ゆうさん。おう、これ見てみ、うん、クランクベイトよ、これ。え、どんなクランク見せて。何これ。ディープ、ディープ IK180 ディープ。これでかいのっつって歯型ついてるじゃん。おう、そうだ。菊さん、ついこれあんた歯型ついとるかな、でかいの。釣った証だ、これ。何が息があったんだお前。ちょっと釣ってバイト一回さっきあったんだよね。当たりあったよ。二桁硬いからね。二桁硬いらしい、うん、でもその割に俺ら釣れてないという。いや、まだポイント来てないんじゃない。ああ、まだな。すごい風があって流されるよね、うん、ちょっと まだ勝手が分かんない、ね、うん。ただ紅葉も綺麗でめちゃめちゃいい感じじゃない。いい感じだね。うん、だいたいこれ釣り人いないもん。そうだな、今日俺らで貸し切りだよね、うん、ここね。でかいダムで釣り人いないんだ、この界隈で。いや、リザーバーだよ、こう川やで。川。川か、ここ。うん。リザーバーって何？川じゃない。川の。うん、よう知らんねん、俺も。ダムか川か、まあそう。まあ、一緒だよ。あ、ベイト。はい、泡。ベイト、泡が、あれ、バスが泡吹いてんじゃないか。あれ。バスが。投げろよ。バスがお前ちょっとな、泡吹いてんじゃないか。これ結構ボートが不安定だからね。おお、慣れてないから気をつけて、足場。やっぱ釣れるもワームじゃねえか。分からん。やっぱりでもさお前、あの岸際だよ、あの YouTube とか見るやん、うん、海外行ってもこのこういう岩盤の岸際についてるはずだよ、 YouTube 動画によると。岸際行ったの。結構こういうとこおるみたいな。でもちょっと濁り入ってるよね。入ってるね。クリアウォーターじゃないね今日。真ん中の方行ったら結構クリアだった感じ。結構濁ってるよなこの辺は、うん、この間の台風の影響ですごいあの変化あったと思うけど。減衰してるから来るよ。うん。
食った食った来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 た撮ってカメラ撮ってカメラ撮ってカメラ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 ちょっとここカメラカメラカメラ撮ってちょっと来た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 引きで撮ってもっと引きで引きでもうでかいって六番抜けちょっとやばいもういいわいやマジ食っとるってもういいって何がいいんだよもういいよ演技はマジでかい来た来たおいめちゃめちゃお前60K や 60K でかいでかいこれ人間の服じゃないかこれしかもズボンじゃないかこれおっさんのなんでそんなの釣れんだほんとおっさんのズボンじゃないかおっさんのズボン釣ってんじゃねえよお前しかもおっさんのズボンが釣れたなんだこれはい菊池さん何投げるんですかチャッター動き見る見せておちょっと見せてうわもうこれ、なんこれいい動きこれ来るよ琵琶湖でもこれで40釣ったもんなお前これ来るよよし、あそこの木のとこ投げてよっしゃお前の好きなチャッター釣れるよなでもチャッター釣れるよ、俺チャッター一番釣ってるからほんと、俺チャッターで釣ったことないの投げないから巻物系でチャッターが一番結構ああいうねウィードの中中はめ込んじゃうほら、いいとこ行ったみたいなあそこのねおるだろう菊さんあそこおるおるおるあそこ入れたんだよ今おるぞおるおるあそこおるのあそこにおるぞでかいのおるでかいのおるわマジめちゃめちゃおるちょ釣るぞ釣るめちゃめちゃおる釣るわ釣るどうまあちょっとなんだあれえなんだ何あの白いのなんだあれしゴミやないゴミかあ、ほんと浮いてきとるわ、なんだあれおいおい、なんだあれ浮いてきとるぞすっぽん、釣ってくれあれ嘘、じゃあすっぽん釣ろうよ釣ってやれちょっと俺釣るわすっぽんかそれ浮いてきたよなゴミやないかそれまあそれゴミだろそれただのゴミだろこれ木だろこれ葉っぱだろこれただのすっぽんでもなんでもねえお前ていうかさ動画とかさこういうとこでバンバンこのチーヤを散々投げて全然釣れんよねいや本当は釣れるはずなんだよいやでかいのはボーンって言ってるもんねでも、うん、でも釣れんよねおうおポイント来たねおうもう昼やけどあそこついとるな、でかいのでかいのついとる、ちょっと届いてないわ、うん、あそこおるぞ送り込んでみてちょっと遠いな、まだ、うん、もうちょっと近くもうちょっと、もうちょっと近寄るいやいや、警戒、あそこの淀みの角とかもおるぞおるおる、この辺ちょっと打ってこ、打ってこ打っていくぞ、おるおる絶対釣れるでかいのおるよね、これでかいのおるだろさっきこんなおったんやそうやな投げた瞬間逃げれたなこの下手くそはいバイトあったね今バイトあった、うん、スパイロンお俺はね、うん、もうカットテールの曲げ曲げリグの頭にネイル進化入れてもう基礎でいくわおミミズルはカットテールさえ投げときゃよかったねほらほらまあなこうやって釣れるからなカットテールカットテールのこのフリーホールで騙されない魚はいないからカットテールカットテールのフリーホールでギラ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 でかいぞでかいいいぞいやいやいや釣れたかお前ついに来た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 ついに釣れたんかもあでかい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 いいいいサイズでかいでかいいやいやいやちょっと待って待ってバラすなよお前バラすなよバラすなゆっくりゆっくり来いでかいぞお前やっぱカットテールやろおーでかいでかいバラすなお前ナイスサイズ、グッドサイズ今日、もう1時半か朝からやってようやくのやっと来たかやっと来たか、お前ええバスやのめちゃくちゃ綺麗おるぞ、こここのポイントおるぞカットテールにしなさい、あなたも俺スライダーワームで釣るおお、やったねよスライダーワームで釣ったるから来た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 よしよし、でかい慎重に上げろ、お前慎重に上げろでかいこれでかいでかい慎重に上げろお前靴にでかいの食った
今度慎重に上げろ、お前バラすな、俺こっちからもっと引きずっとく。うわ、でかいんだ、一発上がってこんぼ、でかいやろ、分かるやろ。おおおいおいおい、バラすなよ、絶対に、お前ちょちょちょ火に絡んじゃった、やばいやばいやばい、潜られた潜られた、そこ潜られた、あ、危ない、よし、これで、ほらほら、よしよし、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、おわ、おお、でかい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 ぞ、おお、よしよし、これはでかい、おしよしよし、これはでかい、でかい、引いたんだわ、置いて35、そうでもないかな、お前でもでかいと思ったよね、まあ、いやめちゃくちゃ引いたんだって、そうだな、俺ね正直40ぐらいかと思った、ちょっと違かったけど、でもナイスサイズだね、ちょっとああいう立ち木の中にもでかいの潜んでんじゃないかな、木の中、木の中どうや、いるんじゃないか、ゆうさん、やっぱさ、今ここ湧き水あるじゃん、湧き水あるね、湧き水界隈の魚ってやっぱ結構でかいの出るよね、出るよ、あの今でかいのボイルしたじゃん、うん、あれ50やっぱ、いや50で効かないと思うよ、ああちょっと取ろうか、聞いた聞いた、ボイルしてるね、今日火星高いね、取りに行こう、あいつ、もう取ろう取ろう取ろう、巻物がいいんじゃねえか、あれ巻物はちょっと釣れないね、何がいい、猫リグまた菊池さん得意の小バス、小バスちょん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 、小バス狙いの菊池って言われてるちっちゃいワームの脳進化でな、これだいたい50来た来た来た、よし、まあまあ、ダーシュです、よし、ない、おお、でかいでかい、おーしよしよしよし、まあ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 、ナイスナイス、よし、取れよ取れよ取れよ、あはは、何やっとんやくそ焦りすぎたわお前、取れ取れ、うわーってあーしかも30ちょいぐらいの、いや35、6あったよ、31ぐらいよ、いやあった35ぐらい、お前のと同じぐらいあった、あった焦りすぎ焦りすぎ、足元で食ったな、ネコリグおるがな、お前でかいの今のでも逆にバレてちょっと楽しかったわ俺、なんかこれ取ろうとした瞬間に口が切れたな、あれ切れたか、あの刺さってる場所かな、ああ、まあ、8.7 メーターライン、ああいう木はいそうだよな、でかいの出るといいな、水深が 7.3 メートルもあるんで、いきなり急進ライン、こういう風な感じになってるね、 7.4 メートル、ほら、こんな感じ、ぐーっと、おるか、ここ、ん？おる、ここ、来るよ、当たった？来るか？当たったか？来た？食っとる、食っとる、やれし、頼む、食っとる、やれ、食っとるか？小バスだろ、お前小バスが続いただけだろ、ブルーギルとか、ブルーギルかな。
おいおい、来た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 、よしよしよし、ついに来たな、お前来た来た来た、色が違うな、今日赤いぞこいつ、なんか知らんけど紅葉してる、紅葉バステキサスか、テキサスで紅葉バス来たよ、これ紅葉してるだろ、これ28センチ、25だ、25 OK、ちょっとつらんとな、もうあと1時間ぐらい、食った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 か、食った食った、でかい、うわでかいぞお前、なんだお前ボンバージグ、よっしゃうーわ、よっしゃ、お前このジグが来るな、ラバジグ来る、さっきも来てバレた、でっかい、よっしゃ釣れる、どんどん釣ろう、どんどん釣れよ、どんどん釣ろう、もうこの子いいサイズだ、もうこれよし、よしどんどんやろ、どんどん釣れそう、釣ってくれ、おっやな、今スモーラバ、スモーラバ投げてます、結構ボイルみたいなんだけど、なかなか難しいよ、やるしかないな、ラバジグやで、ラバジグがいい、ラバジグやで、やっぱり明日もやろうか、明日もやろうや、ちょっと50が出るまで帰れないっていう、帰れないな、なかなか、分かったかな、あ、分かった、プラクティス、どこでもできたもん、今日プラクティスだから、了解。